地獄の始まりだよ。仙台育英の猛攻は止まらず、あっという間に0対10と差をつけられていた。僕の得意な内角低めのストレートも完全攻略されていた。母親からも愛されてない弱小この僕に何の価値があるんだ。また打たれた。外野がキャッチし一塁に送球するも冒頭でエラー。コウタ、一塁にカバー行け。何ボケっとしてんだよ。分かった、セカンドの俺がカバー行ったるわ。レオはいいって。よそ見をしてたら育英の走者と衝突してしまった。大丈夫か、目から血が出とる。ああ大丈夫だっちゃ、気にするな。おはいレオ、俺らの高校の戦略は全部バラしただっちゃな。いや、そんなことするわけないやろ。バラしてもバラさなくても俺らが立ち打ちできるわけないやし。仙台育英は30対0の歴史的勝利をすればニュースに載る。そうすれば部費も多くもらえるし、監督の給料も上がる。よって監督はレオをスパイにさせた。それが本音だっちゃな。くそー、こんな高校にいても意味ないや。だから俺が少しでもいい人生を歩むための努力や。チームメイトを裏切るのは違うだっちゃ。見とけ、俺の背中。さっきの検証まだ続いてる。なら外角高めを投げるだっちゃ。そこから三者凡退が続いた。え、すごい、あいつは俺らが嫌がるとこに投げるようになったぞ。どうなってんだ。最高じゃない。守備の勢いが攻撃にもつながった。お前はナックルボールを投げるだっちゃ。3連続満塁ホームランをお見舞いした。逆転したからあとは9回表を抑えれば強豪撃破だっちゃ。お前さっきから様子おかしかったぞ。俺はやるだっちゃ。にしても目が悪いままやるのは危ないから俺のスポーツメガネつけろ。あれ記憶がいっけー。ああ、打たれちゃった。やっぱりダメだ。結局逆転負けしてしまった。裏切ろうとしてごめんな。何のこと。コウタ、あの人記憶にねえのか。全くない。野球の強さが全てじゃないっていうか、己の殻を破るかっこよさに気づかせてもらったわ。ああどうも。次の大会ではお母さん来てもらえるとええな。いやお母さん忙しいし申し訳ないよ。いいやつぶんなよヒーロー。ああうん